日本ザリガニは10脚目アメリカザリガニかアジアザリガニ族に属するザリガニの一種である。単にザリガニ、あるいはヤマトザリガニとも呼ぶ。日本の固有種で北海道と北東北にのみ住む。日本に住む3種のザリガニのうち唯一の在来種であり、秋田県大館市にある生息地が国の天然記念物に指定されている。 生体の体長は50、60ミリメートルほど、稀に70ミリメートルに達するが、アメリカザリガニよりは小さい。体色は茶褐色で、アメリカザリガニに比べて、体や足が太く、ずんぐりしている。かつては、北日本の産地の川に多く分布していたが、現在は、北海道、青森県、岩手県及び、秋田県の一道3県に少数が分布するのみである。 口述するが、大正時代初頭では、北古道の四骨湖から一度に四千匹を採取するなどされていたが、十数年後の昭和時代初頭ですでに、四骨湖では数を集めるのが難しくなっていた。大正時代の1915年、京都で行われる予定であった、大正天皇の即位二礼である、五大礼に伴う食事会、大京の際、天皇の料理番で知られる。 九中料理人の秋山徳造がフランス料理であるクレームデクルビスを供することを構想した。だが日本にはヨーロッパザリガニは生息しないため、秋山は北海道の日本ザリガニを使うことを考えた。現在、外来種として知られるアメリカザリガニや内田ザリガニの移入も昭和以降となるため、この時代に日本で採取できるザリガニは本種以外になかった。 たまたま、旭川の師団長が代表の監督責任官すなわち、秋山の上司である大前頭、福場隼人の知人であったため、その協力を得て、師団の兵士らを動員して、必要数を満たす四骨子さんの四千匹のザリガニを生きたまま確保することができた。四千匹のザリガニは8月に日光に運ばれ、日光御用邸付近の大谷川に、イケスが作られて飼育された。 当時大正天皇が秘書中で同地に滞在しており、秋山らも具部で御用邸に滞在していたためと、日光の気候及び精烈な水環境が、日本ザリガニの飼育に適していると判断されたと推測できる。このうち2000匹が10月に京都に運ばれ、11月7日の御大礼の晩餐会にて使用された。詳しくは、秋山の項目内の 大正天皇のご大礼とザリガニ騒動を参照。北海道庁が発行していた北海植民広報によれば、翌年以降も複数回にわたって、日光に四骨子さんのザリガニが送られており、また、大沼さんのものが献上された記録も残る。また、秋山がザリガニのポタージュを供したのは、これが初めてではなく、明治時代末の1910年に、 ドイツ前全権大使をもてなす料理ですでに提供されている。このため1910年には料理に使用できる鮮度、すなわち生きた状態で宮中に運ばれていたと推測される。前室の4000匹のうち2000匹が京都で五体展の際に調理され、残る個体のうち1000匹は天皇が東京へ無事戻った際の晩餐で調理された。さらに残った1000匹が 中禅寺湖に放たれたと記録されている。また常日のように、その後も何度もザリガニが送られているが、そのすべてが調理されたわけではないと推測することもできる。御用邸には、その後、調理場付近にザリガニが濃いと呼ばれる施設が作られ、清涼な水が引かれた同施設内でザリガニは養育された。ここから答えが出そう。 もしくは生態や卵が流出したことも考えられる。ともあれ、現在の大谷川水系周辺には、日本ザリガニの生息が確認されている。しかし人工的な移入であるため、これも、また外来種という捉え方もできるが、一方で、歴史的価値のある個体群であるとも捉えることができる。何より種として、絶滅危惧種であるため、 日光周辺の日本ザリガニを一割に外来種として、例えば駆除するなどの短絡壮景な方策は、さすがに熟慮する必要がある。川の上流域や山間の湖沼の水温摂取20度以下の冷たく綺麗な水に生息し、巣穴の中に潜む。主に紅葉樹の落葉を食べるが、雑食性で小魚や昆虫、生物の死体なども食べる。繁殖期は春で、メスは、 直径に3ミリメートルほどの大粒の卵を30、60個ほど産卵する。メスは卵を腹しに抱え、孵化するまで保護する。孵化した子供はすでに親と同じ形をしており、しばらくはメスの腹しに捕まって過ごすが、やがて親から離れて、単独生活を始める。体長4センチメートルになるまでに2から3年、繁殖を始めるまでに5年かかる。アメリカザリガニに比べて、 産卵数も少なく、成長も遅い。脱皮の前には、外骨格の炭酸カルシウムを回収し、胃の中に遺跡を作る。脱皮後に、遺跡は溶けて、新しい外骨格に吸収される。ただ、この遺跡に含まれるカルシウム量は、元の外骨格の3%に過ぎず、脱皮後の弱い時期に、ザリガニ自身を守るための様々な栄養素や免疫を集約したものである。 ヒルミミズ類は、ミミズとヒルの中間のような動物群で、ほぼ北半球のザリガニ類の代表のみに生息する小型動物であり、地域やザリガニの種別に異なった種がおり、また同一地域でも複数種がある。日本ザリガニの場合、この類の13種が知られている。ところが、秋田県、おさし沢の個体群には、内田ザリガニにつく。 内田ザリガニミミズシロードリラスウチダイが付着していたことから、同固体群の日本ザリガニは、北海道から移入された可能性が指摘されている。また、大正時代に行われた人移入の結果と考えられる固体群が、栃木県、日光市においても発見され、ヒルミミズにより、北海道由来の固体群であることが推定された。これにより北海道の固体群であっても、 ある一定の条件が整えば、首都圏においても生息できることが判明した。北海道と本州の生息地では付着する、ヒルミミズ類の種は異なるものである。そのため、東北の本州は北海道から人為的に持ち込まれた、ものである、との可能性はほぼ否定することができる。伝統的な分類では、日本ザリガニが属するアジアザリガニ属は、アメリカザリガニ科に含められている。 しかし、アメリカザリガニ科が基本的に南北アメリカに産する中で、アジアザリガニ族は例外的にアジア産である。近年の研究によると、アジアザリガニ族は他のアメリカザリガニ科とは別系統である。アメリカザリガニ科とザリガニ科で上位分類群のザリガニ浄化を構成するが、アジアザリガニ族はそのザリガニ浄化の中で最初に分岐したか。 あるいはザリガニ科の方により禁煙である。20世紀前半までは数多く生息しており、食用や釣り絵などに利用されたが、それほど盛んに利用されたわけではない。口実する薬用材料としての方が一般的であった。常述のように皇室の晩餐会などでは、フランス料理の一致メニューとして何度も提供された記録があり、その際の絵なども残っている。 1954年、昭和天皇が戦後の全国行行の一環で北海道に渡った際、旭川での宿所の晩餐で大雪山系で採取されたザリガニのスープが出されている。個体数が減少し絶滅危惧種となり、その生息地で天然記念物に指定されている現在では、これを食用とすることは常識的にはばかられる。大正天皇即位の際は、 最七とされた四骨湖では十数年後の昭和天皇の即位の際も日本ザリガニの提供依頼が同地に対してあったがその頃すでに数が集められないとして断っているそもそもフランス料理のザリガニのポタージュなどにはヨーロッパザリガニを使うのが正当であり宮中版3階で出されていた利用法も代用品でしかないその他の料理としてもアメリカザリガニや 内田ザリガニの方が、世界各国で利用され、料理レシピなども充実しており、何より、食民やその大きさ的にも、日本ザリガニをあえて食べる必要はない。日本ザリガニは、他のザリガニと同様に、木ズガニなどと、同じくハイゾウジストマの一種のベルツハイ級中、プラガニマスプルマナリスの中間宿主である。よって、危険を犯してまで、 あえて食用にする際はよく加熱することが推奨される。また、過去には遺跡が眼病や肺病などの民間療法の薬として使われていた。この遺跡は吸収しやすい形の非結晶、ACC 河川環境の悪化、最終業者の乱獲などが重なって、次々に生息地を追われた。国際自然保護連合の評価はデータ不足である。 秋田県大館市の桜町南と池内道下にある日本ザリガニ生息地は日本における生息地の南原であり、その保存を図る必要があるとされ、1934年にザリガニ生息地として国の天然記念物に指定された。ところが天然記念物指定地の周辺は昭和40年代に急速に宅地化が進展して、 日本ザリガニの生息環境は悪化した。2002から2003年の調査では、指定地内の1箇所で生息が確認され、その後も目撃情報はあったものの、2012年の調査では、指定地内での生息は確認されなかった。ただし、同年の調査では、市内の指定地以外の3カ所で日本ザリガニの生息が確認され、他の1箇所でも有力な目撃情報が得られている。 ありがとうございます。